一番多いパターンはですね、このそれこそ引いてるんだけど、インに引いて、そして持ち上げるってことですね。もう持ち上げた時点で引く力ではなくなります。はい、皆さん、タスクゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日はですね、視聴者さんからですね、ご質問があるようなのでお答えしたいと思います。視聴者さんからすごいよく来る質問なんですけど、引いて引くを実践しているんだけど、正しいのか自分だとよくわかんないと。そこで、やってはいけない動きとか注意点とかありますかっていう質問がめちゃくちゃ来てます。なるほど。わかりました。チャンネル登録お願いします。ズバリですね、結論から言うとですね、これ引いて引くの中で、その引いて引くの2番目の引くっていうのができてる人は結構いるんですよ。ところが最初の引くですね、引いて引くですから、この引いてのところができないという方がですね、結構多いですね。なので、そういう方はですね、基本的にはクラブを持ち上げて引けないで押すっていう結果になっちゃうということが多いですね。なんかたくさんあれですもんね、パトプロとかそこそこ指導されるとき、最初のとこクラブ、この間足で止めてグッて。あれはですね、また引くディレクションっていうか、その方向とエネルギーの力っていうのはあるんですね。で、プロの世界でもですね、その引くといってもいろんな3次元の方向があるので、その方向のいわゆる、ちょっとこれマニアックな話になっちゃうんですけど、ベータ成分がですね、加藤君の場合は少なすぎるんですね。なので、後でループが起きない、そして第1加速から第2加速につなげられないっていう、ここはですね、多分こういう話をすると わかんねえよめって言われちゃうんで ここだけに止めておきますけれども、ただですね、そのいわゆるそのプロのレベルでもですね、引いて引くっていう、その最初の引くっていうことが結構難しいんですよね。なので、そのアマチュアプレーヤーの場合も、実際はですね、プロほどですね、いろいろ3次元に分けて引くエネルギーをどうのこうのっていうことはやらなくてもいいと思いますけども、基本的にはこのクラブのテイクバックのところで引き上げるということはですね、どれだけ大切かということを分かっていただきたいです。これちなみに、その引くができない、最初の引いての引くがどんな動きになっちゃったりするんですか？一番多いパターンはですね、このそれこそ引いてるんだけど、インに引いて、そして持ち上げるってことですね。もう持ち上げた時点で引く力ではなくなります。これ、こうやって持ち上げていくんで、そうするとローテーションを食らって、その後はいろんなローテーションに対してですね、マッチアップが続いていくので、もう本当にこの一番大切な切り返しから引っ張っていくというですね、この方向ですね、引っ張る方向、ベクトル、これをですね、確保できないというような状況に陥る方が非常に多いですね。ちなみに、そのインに引いちゃうっていうのは、なんか結構ありがちな話かなと思うんですけど、ちなみに、そのじゃあ、ベストポジションに引けてるっていうのって、実際どことかってあったりするんですこれ、どこってあるんですけど、これをそのこのここに、ここにっていうとですね、大概そこにはいかないんですよ。なので、正しいエネルギーを与えた結果か、この辺みたいなのは言えるんですけど、要するにここを通しなさいって言った途端に、実は引っ張らないで持ち上げてこうやって通してはですね、何の意味もないわけですよ。だから僕はあまりポジションのことは言わないんですね。じゃあ、これはもうエネルギーを感じるしかないっていう。そうです。エネルギーを感じる、すなわちこの手の中でエネルギーを感じる、このグリップの中の圧力の変化ですね、これをですね、しっかりと脳との間の連携を保っていけばですね、常にこう重心をキャッチされて引き上げていくと、大体この辺りに上がっていくねってルートができてくるので、その一箇所だけを静止が取ると、こういうポジションとかなるけれども、これを言っちゃうとですね、大体皆さんここに通そうとってこうやるんで、それは引けてない可能性が非常に大きいんですね。タスクさんの動きみたいにやればいいんだと思って、タスクさんの動画をスローで見て、こんな感じで鏡でみたいなのは思ってる。いや、っていうかね、そもそも僕の動画をソロで見たい人誰もいないんで、それはそれとして、一流プロの方のスイング動画、これは見ることは意味があります。ただ、その一流であるということは、一流である証があって、それはエネルギーなんですね。きちんとしたエネルギーをクラブに与えられてるから、そのプロは一流であり、そしてそのエネルギーの結果の形がここを通ってるだけっていうふうに理解していただきたいですね。だから、ここを通すのが全てで、ここを通すために入って通してもですね、それは正しいエネルギーがグリップに与えられているかどうかっていうことは分からないわけですよ。
でしかも例えばこのこちらの面で見るとですね、実際にですねきちんと引っ張ってエネルギーを与えて結局の P2 っていうのはこうなります。けどこれだって同じように見えますよね。でも実際は僕は全くこの2アクションは全く違うエネルギーを与えてるんですよ。今の最初のエネルギーはほとんど一流プロの人たちのデータを解析した結果出てるですね、このベータフォースからのガンマフォースっていうですね、こういう引っ張るエネルギーですね。で引っ張るエネルギーを与えた結果なんですけども、2番目に、お見せしたのはですね、ただ単に持ち上げてる姿ですね。これっていうのはグリップをこっちとこっちに対して直線運動を与えて持ち上げてるだけなんですよ。だからほとんどそのガンマというこのグリップエンドの方に引っ張るっていう力はですね、ほとんど入っていない状況ですね。なのでそういうそのようなエネルギーで持ち上げても結局その後の切り返しのところの大切なループとかですね、いろんなまあ、エネルギーのですね、その時にゴルフクラブがですね反応していく、正しく反応していくということにですねつながっていかなければ意味がないので、なのでやはりしっかりと正しいベクトルにですね最初から引っ張っていくということが必要だということになります。なるほど、はい、じゃ あ、 はい、引いて引くの、引いての部分、うん、テイクバックの部分は聞けたと思うんですけど、はい、引くの最後のダウンスイングにかけてのやってはいけない動きとか、うん、アマチュアゴルファーでちょっと勘違いしがちな、はい、やりがちな注意点とか、あ、ちょっと教えてほしいです。なるほど、はい、ダウンスイングの時のですね、引いていく時のエラーというか勘違いはですね、結構多い方がこうグリップエンドをじゃあこっちにこうキャストさせればいいんですよねと、はいはい、やるわけですよ。こういう、はい、これって一見正しく見えるんですけど、実際はこれはですね本当に人それぞれなんで非常に難しいところなんですけども、要するにこのトップがですね結構手と、要するに結構グリップと身体のですね近い場合に、ここから確かにグリップエンドを引っ張っていくことはできます。引っ張っていくことはできますけれども、それと同時にこういう形でですね回転運動を自分で作ってしまう、要するにここシャフトを押していく、押し動作で結局はアーリーリリースという形の人が非常に多いですよね。なので、こっからこうやるというこういうアクションをですね、されるように動かれる方が多いんですけども、これはちょっと避けていただきたいような動きになります。あ、なるほど、はい、確かにタスクさんがこう切り返しでこう投げるというか、はい、キャストさせる動きっていう、はい、そう言ってらっしゃるから、はい、なんかそれを特にこう、そうですね、はい、ただこれってちょっと難しいんですけれども、はい、要はエネルギー値を見るとですね、確かに釣りの遠投するように一旦直線運動を出してそれからキャストさせるっていう動きになるんですけども、これってこの一つ重要なポイントがありましてね、釣りもですね一旦こう持ってくるわけじゃないですか。ってことは釣り竿が一旦向こうにしなるわけですね。しなってる間に引っ張り戻してくるわけですよ。なので釣り糸の先に重りがありますから、こちらに釣り竿はですね、しなってる間に直線運動を出してリリースをしていくということなので、このリリースのここの部分というのはですね、基本的には釣りで言えば釣り竿、ゴルフクラブで言えばゴルフクラブのシャフトが作用して、そして反作用で戻ってくるだけなんですね。なので、プレイヤーのですね、こういう押し動作のアクション、こういうアクションですね、ということはですね、入れないっていうことなんですよ。それを結構の方がここで引っ張るときにこう押されていくというような状況になってます。なるほど。うん。結果そうなるというか、いやすごいちょっと難しいところですね。これめちゃめちゃ難しいところです。もう本当に感覚的な部分でもあるし。でそもそもゴルフクラブが本人に合ったゴルフクラブを持ってる人持ってない人それぞれ状況が違うので、はい、これ実はその方のスイングとそのシャフトの状況を見てみないと分かんない部分なんですよね。なのでこれ一概になかなか言えないという難しい部分なんですよ、はい、
ちなみにそのさっきのところなんですけど、あの言えばあれですかね、切り返しのちょうど切り返しのタイミングですよね、うん、それがいわば止まって自分からこう動き出すっていうよりも、そのこう来たクラブをなんかもらったままそのまままた返す、ああもらったまま返す、その、 あの表現すごくいいと思いますね、はい、あのもらうってよくあのマニアックなプレイヤーの間で言うんですけど、一旦もらってっていうのはそういうことなんですけども、それはその完成エネルギーを一旦もらって作用反作用という動きですよね。それが実際のこの作用反作用を生む時のこのグリップに与えているエネルギーっていうのは、いわゆるグリップエンドを引っ張るというですね、ガンマフォースが主体になっていくということです。当然もちろんいろんなシャフトをしならせるわけだから、当然このグリップをですね、横に若干押していくような動き、もちろんいろいろあります。ただ計測値を見てみると、ほとんどここでの切り返しのところっていうのはやっぱりガンマフォース主体で、他のエネルギーはかなり静かに与えられている状況になりますね、はい、なるほど。これちょっとちなみに、なんか自分が当てはまってないかなっていう感じで、はい、自分のスイングを見直したりでちょっと振り返りたいなと思うんですけど、はい、照らし合わせて、はい、ちょっとそのやっちゃいけない人のその切り返しの感じと、はい、正しくはこんな感じのちょっと動きのちょっと違いとかってちょっと見せてもらっていいですか。あ、わかりました。これはですね、動きというか、はい、結構グリップのポジションが結構重要なんですよ。グリップのポジション、はい、これって要はこっから引っ張るんだけど押しちゃうって人はやっぱりグリップが違うんですね。で、引っ張っていけてる人はグリップが遠いわけですよ。遠くから引っ張っていくような状況になってるんですよ。これっていわゆるこのダウンの時の引っ張るところだけ注目してもあんまり意味ないんですよ。だから引っ張り上げて引っ張り下ろすんですよ。その引っ張って引っ張るっていうのの最初の引っ張るっていうのがめちゃめちゃ重要なんですよ、なので小林君の質問もですね、そのダウンで引っ張るところすごい大切に思うじゃないですか。だからそこっていう話なんですけど、実はここがどうなってるかはですね、最初の引っ張るで全部決まってくるんですよ。だからここは難しいところですね。なので理想的なあのテイクバックでの引っ張るっていうのはですね、しっかりと引っ張るエネルギーを結構飛球線の後方に出します。そして引っ張っていくわけですけども、この時ってグリップではですね、まあ、あのいろんな細かいデータのことは話は別にして、この飛球線の後方の方にですね、しっかりと引っ張っていきます。でそれによってクラブっていうのはですね、早く反転していくんですね。これは物理の力です。早く反転していって、そして引っ張り戻す時にはですね、結構グリップの位置っていうのは遠いんですよ。すなわち反転のエネルギーによってどんどんクラブヘッドはですね、背中側に回り込んでいきますよね。でもその時にグリップって結構遠い位置にいなければいけないんですね、そのエネルギーの結果として。なので反転してる間にこういうで、僕は何度も言ってますけど、これってこうやって与えるわけじゃないと、すなわちここの反転をさせてる間にスッと先にこちらのグリップエンド方向にキャストっていうか、その直線運動を出してください、ガンマフォースを出してくださいということを言ってるんですね。この反転してる間にボールの方に向かうと、その反転のエネルギーもこれからループを発生させるっていうですね、大切な挙動も全部失われていくということなんです。なのでしっかりと球線後方に引っ張り上げる結果、クラブが反転をして、その間に引っ張り戻すから、クラブがですね、しなってしなり戻るっていう第一加速が生まれるということなんですよ。それをその引っ張れない、ちょっと中途半端に持ち上げていってしまうっていう人は、必ずこのプロセスの中で少し持ち上げの動作が入るから、結局はこのクラブがですね、反転の力がなくなっちゃうんですよ、背中側の。だから自分で持ち上げていくわけじゃないですか。そうすると持ち上げていくと、その時点でグリップって結構自分の近いところでですね、処理されてしまうと。そうなりますと、ここからですね、疑似的にこっちにですね、引っ張ろうとしても絶対こう押し出してしまうんですね、っていう結果になります。なのでこの引っ張る最初のその直エネルギーっていうのはすごく大事になるということですね。これ例えば
こういう柔らかい器具でですね、ちょっと説明すると分かるんですけど、引っ張れねりを主力にしてですね、テイクバックすると、すなわち、こういうことですよね。ということは、引っ張って引っ張る。引っ張って引っ張る。ちょっと片手でやると、引っ張って引っ張る。引っ張って引っ張る。引っ張って引っ張る。これって、この、まあこれ変重心のものではありませんけど、この重心のですね、流れっていうのはすごく極めて綺麗じゃないですか。引っ張って引っ張る。引っ張って引っ張る。その時に引っ張っていくってことは、グリップがかなり自分より遠くのところで反転していくとですね、この反転のエネルギー、このいわゆるこの慣性のエネルギーをですね、途切らせないように引っ張るってことです。そして引っ張り戻すってことですね。これは変重心の道具ではないので、ループは発生しません。ただ、引っ張って引っ張る味ありですね、要するに重心の管理をされてるからブレないですね。ところがこれをですね、一瞬で持ち上げたらどうなるか、こうですね、ちょっと自分でもね、もうすごい気持ち悪いです。もう全然引っ張れないですよね。要するに小林くんが言ってる、こっからしっかりと引っ張っていくの大切ですよねって、ここの前にここがですね、テイクバックから持ち上げてしまうとそもそも引っ張れないっていう結果になるんですよね。これは物理ですね。ここでもうどうやって引っ張っていくか分かんないぐらいですよ。ここでしっかり引っ張って慣性エネルギーを常にここでもここでもここでももらって引っ張ればこう引っ張ってくれるんだけど、例えばインに引っ張る人、こう引っ張るのがいいんだけど、この将来ってこっちじゃないですか。でそれに対してこっからこっちからじゃあスイングができないから持ち上げるわけでしょ。そうするとこの時点で僕はもう引っ張れないですっていう状況に陥るんですね。なのでエネルギーというのは最初に与えたエネルギーから全部つながっていくんですよ。なのでゴルフクラブを止めちゃいけないって言うんですね。でまたさらによくあるケースが、すごく綺麗にスイングするように見えてる人でもこの慣性エネルギーを殺してしまうケース、例えばヘッドをかなり早めにこう持っていくケースですね。これって一見綺麗なスイングなんですよ。でもクラブエネルギー目線で見るとかなり危険を伴ったスイングということになります。これを今のスイングですね、このこいつでですね、同じようにやってみると引けないです。引けないです。すなわちこのテイクバックの時のいわゆる引っ張っていく慣性エネルギーがなくなってるってことですね。これでテイクバックの時にですね、ヘッドをですねしっかりと自分のコントロール感を牛耳ろうとしてこういうアクションをするんですけども、これってですね、実際こうやってパフォーマンスを出すですね、プレイヤーって非常に多いんですけども、ただそういうプロの世界ではですね、それ引っ張る中で起こしていくことなんですね。それをですね、アマチュアプレイヤーの一般の方がですね、こうやって牛耳っていってしまうとですね、実際はこのグリップに与えているエネルギーっていうのはもう引っ張るエネルギーが途切れてしまいます。なのでこの慣性エネルギーをですね、先ほどの慣性エネルギーがあれば引っ張ってるだけで勝手にクラブが上がっていくのに、この引っ張るエネルギーを殺してしまってクラブをリフトしていくっていうことになりますので、結局のところですね、そのいわゆる慣性エネルギーを殺してしまって、そしてここからいきなり引っ張ろうとしてもですね、それは結構難しい。すなわちシャフトのですね、しなりしなり戻り、これを生かした第一加速のですね、生成にはつながらないということになります。これはですね、もう本当に単純にこの飛球線高にさっと引っ張っていけば、しかもその間に重心管理をして引っ張っていけば、多分おそらくこの時点で、しなってしなり戻りが確保される、クラブヘッドが反転している間に引っ張るということがですね、できてくると思うんですね。しかもこの引っ張るそのベクトルの方向はですね、かなり重要で、いわゆるこちらに向いてもいけないし、こちらに向きすぎてもいけないわけです。
でここからしっかりと引っ張っていくということですね。この多分おそらく20度30度ぐらいの間の範囲内でこう引っ張り戻していくと、このクラブの偏重心特性を利用したですねベクトル転換というのがですね図られていくということになります。なので実際はですねこのダウンの時に引っ張るということは必ずテイクバックからのエネルギーとつながっているというふうに理解していただきたいと思います。なんか聞いてみるとあれですね、引いて引くっていう言葉通り、うん、引いてのところでもやっちゃいけない動きももちろんあるけど、引いて引くの部分でもあって、どっちもちゃんと噛み合わないと、はい、完全にうまくいかないということですね。そうですね、そこは結構そのゴルフの難しいところだと思いますし、これがいわゆるそのゴルフクラブの設計のコンセプトに寄り添っていくというエネルギーの与え方ということになるんですけど、ただここはですね逆に言えば正しいエネルギーベクトルですね、正しく管理されて、初期動作を引っ張りさえできればですね、あとはかなり自動化されるということですね。なのでおそらくプロの世界ではですねほとんどそのどっちに引っ張ろうなんていうのは考えてなくて、もう自然にもうできてしまっている話だと思います。チャンネル登録お願いします。この動画をちょっと見た方は、自分が調子悪い時にそんな動きになってないかっていう感じでちょっとチェックポイントですね、引いて引くっていうところで。そうですね、特にやっぱりテイクバックのところのエネルギーを与えた結果の外見の見え方っていうのをですね、チェックしていただいていいと思いますけど、ただその外見を最初から目指すという考え方は捨てていただいた方がいいと思います。はい、はい、タスクロフ、今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方は高評価、またチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。